ダリルシェイドでは散々だったよな。あの仮面野郎がいなけりゃ今頃どうなってたか。ジューダス、今頃何してるのかな。知らねえよ。遠い空の下で仮面でも磨いてるんじゃねえの。どうしたのロニー、なんか機嫌悪いけど。俺ああいうすかしたやつって嫌いなんだよ。仮面かぶってるくせに美形ずらして女にモテようって魂胆が見え見えじゃねえか。つまりロニーは自分よりモテそうな人が嫌いってことだよね。おい、そんなわけ、そんなわけあるかもね。どうだロニー様特製スープの味は。うん、うまい。知らなかったな、ロニーにこんな特技があったなんて。いつどこでこんな技術身につけたんだよ。そりゃお前、孤児院出てから一人暮らしするようになって彼女もできずに毎日毎日自分のためだけに料理作って、ナンパはうまくいかねえのに料理ばっかりうまくなって、涙と鼻水がスープの中に。アイグレッテはクレスタの北の方にあるんだよね。ああ、ダリルシェイドの西の橋を渡ってそこから北東の方角だ。よし行こう。ねえロニー、クレスタの噴水にコイン投げ入れたことある？ああ、あの後ろ向きに投げて入ったら恋愛がうまくいくってやつだろ。あれだったらいくらでも入れたことがあるぞ。コイン1個で恋がうまくいくんなら安いもんだからね。ね、どうだったの？ご利益はあった？そんなもんがあったら今頃お前なんかと旅せずに可愛い奥さんと一緒に暮らしてるっつーな。だいたいあの時もっとうまくやってれば。あっちゃー、なんかいけない傷に触れちゃったみたいだ。今回の船旅はちょっと退屈だったな。もっとワクワクするような冒険ロマンがあった方が楽しかったのにな。また海の怪物が現れるとかさ。バーカ、船に乗るたびに怪物に襲われるなら俺は二度と船旅なんかしないからね。そういえばすっごい綺麗な人が次の便のチケット買ってたよね。何？一人船旅を楽しむ美女、そこに突然襲い来る怪物、あわやと思われた時颯爽と現れる男が一人。あなた、お名前は？ロニ・デュナミスと申します。まあ素敵なお方、結婚して。もちろんです。よし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 、帰りも船旅にするぞ。バカはほっといていくぞ。